いつもロペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2012年モデル AMG E63 ステーションワゴンパフォーマンスパッケージをご紹介させていただきます。まずは外装の状態ですが、ボンネットとフロントバンパーに若干の飛び石、アルミホイールに小さなガリ傷が見受けられるお車でございます。外装色はオプションカラーのダイヤモンドホワイト、インテリアにはブラックレーザーが組み合わされた1台となっております。また AMG 専用装備が多数施され、スポーティーなエクステリアとなっております。さらにこちらのお車には高額オプションのパフォーマンスパッケージが備わっておりますので、より一層スポーティーなお車となっております。続きましてエンジンスペックをご紹介させていただきます。 5.5 リッター V8 ツインターボエンジンが搭載されており、馬力は557馬力を誇ります。ベースグレードに比べ約30馬力ほど出力が向上しておりますので、非常にダイナミックな走りをお楽しみいただけます。またミッションには7速のスピードシフト MCT が採用されておりますので、素早い変速をお楽しみいただけます。足元にはパフォーマンスパッケージ専用の19インチ単造アルミホイールが備わっております。またサスペンションも専用のサスペンションが入っておりますので、非常にスポーティーな乗り心地を生み出しております。またレッドキャリパーが備わっており、足元からバッチリ決まった1台となっております。続きましてリアをご紹介させていただきます。テールライトには LED が採用され、高い視認性を誇ります。またマフラーですが AMG 専用のものが備わっておりますので、合わせてサウンドもお楽しみいただけます。続きましてトランクスペースのご紹介です。トランクは電動のトランクが備わっておりますので、こちらのレバーを押していただければ開閉することが可能となっております。またトランクの容量ですが、ステーションワゴンのお車ですので非常に広く確保されております。また後部座席を倒して使用していただくことで、より広いスペースを確保することが可能となっております。後部座席を倒すときですが、手元のレバーを引いていただくことで簡単に倒すことが可能となっております。続きましてインテリアをご紹介させていただきます。シートは AMG 専用のブラックレザーが採用されております。4万3000キロ走ったお車ですので、運転席側に若干の擦り傷がございますが、目立つほどではございませんのでご安心いただければと思います。それではエンジンをかけていきたいと思います。またステアリングですが、パフォーマンスパッケージ専用のパフォーマンスステアリングが備わっております。手元のパドルにて自由自在な変速をお楽しみいただけます。またパワーのあるお車ではありますが、こちらのお車にはレーダーセーフティーパッケージが備わっておりますので、安全なドライブをお楽しみいただけます。またナビゲーションですが、純正のハードディスクのナビゲーションが備わり、車内では地デジの放送もお楽しみいただけます。またギアをバックに入れていただきますと、バックカメラも使用することが可能となっております。運転席助手席ともにシートヒーターが備わっておりますので、寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。こちらの手元のスイッチにより走行モードを選択することが可能となっております。スポーツモードやスポーツプラスモードに入れていただくことで、より刺激的な走りをお楽しみいただけます。サスペンションモードも切り替えることが可能ですので、合わせてお使いいただければと思います。また合わせて AMG ライドコントロールを使用していただくことで、よりスポーティーな乗り心地をお楽しみいただけます。続きまして後部座席をご紹介させていただきます。後部座席の空間ですが、
ステーションワゴンということもあり、非常に広く確保されております。またリアにもシートヒーターが備わっておりますので、同乗者の方も快適なドライブをお楽しみいただけます。さらにルーフに大型のサンルーフが備わることで、より広々とした空間を演出しております。またこちらのお車にはハーマンカードン製のサウンドシステムが備わっておりますので、車内では上質な音楽をお楽しみいただけます。気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いなどいたしませんので、ご安心いただければと思います。今回は2012年モデル AMG E63 ステーションワゴンパフォーマンスパッケージを紹介させていただきました。走行距離4万3000キロ走ったお車ではございますが、走行距離を感じさせないほどの良好なコンディションを保っております。走行性能はもちろん、室内の居住空間など実用性も兼ね備えた1台となっております。またこちらのお車はエクステリアデザインが大幅にリフレッシュされた後期モデルとなりますので、大変人気の高い1台となっております。さらにパフォーマンスパッケージが備わった魅力あふれる1台ですので、お探しの方はぜひこの機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。